サブは山本周五郎の時代小説。1963年1月から1963年7月まで週刊朝日に連載され、1963年8月に新潮社ポケットライブラリーから刊行された。江戸下町の兵具店に働く二人の青年の友情を描く。現在は新潮文庫に収録され、ロングセラーとなっている。 身長文庫版の累計部数は100万部を超える。舞台化され、全身座や、小畜の舞台で上演されている。また、テレビドラマ化もされた。江戸の下町両国で、雨で泣いているサブの姿を見た英治はサブを慰める。二人は教授や薫る鼓動で働いていた。しかし、無実の罪を着せられ、人間不信に陥った英治は、人足寄せ場で、苦難や試練と戦うことになる。 山本周五郎ドラマサブと題し、NHKBS プレミアムのスーパープレミアムにて2020年1月11日の21時から22時59分に放送された。杉野春香亮と森永幸のダブル主演。また、NHKBS4K にて2020年1月18日の19時から20時59分に放送された。 キャスト主要人物その他スタッフ宝塚では白い朝のタイトルで公演している1974年の公演1997年の公演サブに関するカテゴリー白い朝に関するカテゴリーサブに関するカテゴリー山本周五郎ドラマサブに関するカテゴリーありがとうございます